方どうもそうじゃないそうですということで、今回はですね、皆さん昨日の超乃木坂スター誕生見ましたでしょうか。もうね、これが本当に昨日の超乃木坂スター誕生が神回というか、もういろんなこう意味ですごすぎる回だったな、やばすぎる回だったなと思ったんで、ちょっと感想を語らせてください久々にこの超乃木坂スター誕生のね感想動画出しますけど、もうねすごかった、とにかくやばかった回だったなと思ったんで、ちょっと感想を語らせていただきたいなと思います。まあ、今回のね超乃木坂スター誕生は特別編ということで、超乃木坂スター誕生ライブ、去年ね12月行われた超乃木坂スター誕生ライブの裏側密着っていう回だったんで、まあいつもみたいにこうコントだったり歌を歌うっていうわけではなくて、その超乃木坂スター誕生ライブのこう裏側が見れるよっていう、裏側に密着っていう回だったんで、本当にこういつもとは違う特別な回だったわけなんですけども、まあ、特別回だけあってね、もう本当にすごくて、まあ、まずね去年、12月に開催された超乃木坂スター誕生ライブ、このライブ自体も、まあ、僕昼公演ね、2日目の昼公演現地参戦させていただきましたけれども、まあ、あと配信でね1日目見たりとかしましたけども、もう本当に素晴らしいライブで、こう1年ぶりのスター誕生ライブっていうところでしたけども、まあ、今回はねコントもありつつ歌だったりコント、そしてまあ5期生ライブっていうところで、本当に盛りだくさん、内容盛りだくさんのね素晴らしいライブだったなと思うんですけども、まあ、その裏側っていうことでね、もうこれがすごくてね、この絵画もで、しかも今回のこの裏側密着、まあ僕の推しメンのそのあやちゃんとなぎが結構フォーカスされてたじゃないですか。それもあって、もう推しメンがめちゃめちゃフォーカスされてたっていうのもあって、そういう意味でもやばかったなって思うんですけれども、まあ超乃木坂スター誕生ライブの裏側、で、まだそれぞれこうインタビュー、ライブが終わってのメンバーのインタビューっていうところで、ライブに対するそれぞれの思いっていうのがね語られてましたけれども、まずね普通にちょっとライブの様子が見れるじゃないですか普通にちょっとライブの様子見れるのが神なんだよねまずね、まずちょっとライブの様子見れるんで、それがでその時点でもう神だし、またオープニングですよね。オープニングも今回はその裏側密着っていうことで、超乃木坂スター誕生ライブの裏側密着っていうことで、ライブバージョン、ライブで流れたオープニング流してくれて、あのオープニングめちゃくちゃいいですよね。オープニングもここでも流してくれたっていうところもめちゃめちゃ良かったんですけれども、まあ、まずこう時系列的に振り返っていくし、まあね、この動画今更言うのはあれですけど、もうネタバレというかね、内容ガンガン喋っちゃうんで、まだ見てない人はねぜひ見てから戻ってきてもらえるとありがたいなと思います。まあ、時系列順にというかね、順番に話していきたいと思うんですけど、まあ、まず一番最初が前回1年前ですかね、新乃木坂スター誕生ライブをこう振り返ってみたいなところで、いろんなご規制がね、1年前の新乃木坂スター誕生ライブの時はやっぱり怖さだったりだとか、もう本当緊張しかないよっていう、まあ、しんどさだったり、本当に必死、ただただ必死な感じがあったけど、新乃木坂スター誕生ライブでは。でも今回1年経って、いろいろね、場数を踏んで経験積んで、この超乃木坂スター誕生ライブでは焦りとか不安が少なく、まあ、もちろんないわけじゃないけれども、それより以上にこう自信もついた中でのライブだったよっていうところをね、言ってたりだとか、まあ、その中であやちゃんにフォーカスされていくわけなんですけれども、あやちゃんは不安 52%、 楽しみ 48% っていう、まあ、不安の方が大きかったよっていうところでね、まあ、冬の歌、初日じゃないか、2日目か初日か、ちょっとどっちか忘れちゃいましたけど、ね、あやみくの2人の冬の歌で、こうあやちゃんが涙しちゃってみたいなね、ミクがこう寄り添うみたいなところがねあったと思うんですけれども、まあ、そこでこう涙しちゃってっていうところで、で、まあ、それを振り返るインタビューでもあやちゃんがこう涙をね、しちゃって、本当こうそれだけの不安であったりだとか、こういろんな思いがあった、あやちゃんにとって複雑な思いがあった中で、で、まあ、その冬の歌、あやみくの冬 の歌の前にソロ歌唱がね、あったんですよね。ソロ歌唱の手紙、があって、まあ、そのねソロ歌唱手紙の出番前、もう本当直前ですよね、出番前の様子で、手紙の歌の最終確認をね、してる様子なんかもありましたけれども、なんであれですね、これ2日目ですね、2日、僕現地でだって聞いたもんね、手紙ね聞いたから、もう最高だと思う。正直僕この超乃木坂さんなんでライブ、あやちゃん MVP すぎたなって、特に僕が現地行った2日目の昼 MVP だったなって思うんですけど、まあその手紙
に対してもあやちゃんはすごく特別な思いっていうのがあって、この手紙っていうのが1番が15歳の悩み、歌詞が1番が15歳の悩みっていうところで、2番が悩みに対する大人からのメッセージっていうのがね歌詞で、表現されている歌詞にあるっていう歌詞の意味になっているっていうところで、まあ、そんなあやちゃんがこの手紙をスタジオで披露した時には1番しか歌わない15歳だったあやちゃんが1番を歌うっていうところだったんですけれども、この超乃木坂スター誕生ライブでは16歳になって、フルでね歌うよっていう、スタジオで1番だけだったけどライブではフルで、パフォーマンスフルでソロで歌いますよっていうところで、こう少しだけ成長したあやちゃんが15歳から16歳になって、少しだけ成長したあやちゃんが未来の自分たちへっていうところだったり、まあ、そういう、こういろんな思いを込めて歌った手紙だったわけですけれども、もう本当ね手紙歌ってる時のあやちゃん見て僕もう涙してたもんね、会場現地いたけどね涙してて、でまあ歌はでもしっかりこう本当素敵な歌声で歌い切って、でまあその後のこう感想だったりとかであやちゃんが涙しちゃったりだとか、でまああやちゃんがね言ってましたけど、あのちゃんがこう褒めてくれたみたいな、そういうソロ歌唱を経てこう安心な、する気持ちだったりとかいろんな気持ちがあって、その後の冬の歌、あやみくの冬の歌2人冬の歌であやちゃんが涙をこぼしたよっていうところだったっていうね感じで、まあそういうこう、まあ、当時僕が現地でライブ見てた時も手紙めちゃめちゃいいなと思って、まあ、その後涙感想でね、涙しながら話すあやちゃんとか、その後の冬の歌で、涙するあやちゃんとか見て、うわすごいな、もう僕もね頑張ったなっていうね思いましたけど、改めてこの今回の回で、あそういうこう、ね、ところだったんだなっていうのを分かって、すごくよりあやちゃんをね好きになったところでもありますし、そのあやちゃんのとねミックの冬の歌をこう見守るいおきちゃんとさつきちゃんなんかも素敵でしたよね、なんかこの関係性というかも良かったし、でこの冬の歌のあやみくのミック目線ですよねというところもこの回で語られまして、まあ、ミックがねこうあやちゃんが泣いた時にこう支えてというか寄り添ってこう笑顔で歌ってたっていうところ、すごく僕も、ね、印象に残ってるんですけれども、なんかあやちゃんがねあのみたらし団子2本くれたみたいなところからミックらしさから始まりね、そのインタビューが始まり、こうミック側の思いとしてはこう1年経ってね自分だけじゃなくてこうメンバー間の協力みたいなものがすごく強くなったよっていうところで、こう助け合う気持ちみたいなところがすごく強くなったっていう、だからこそあやちゃんに あやちゃんが涙した時に、ああいう姿をああい こう寄り添い方というか をしたミックだったし、ミック自身もやっぱりそういう助けてもらうことをもちろんあやちゃんにもですし、ご規制にしてもらったっていうところでダメだなって思った時にみんなが手を差し伸べてくれてる、だから本当こう持ちつ持たれつなわけですよね、支え合い助け合いっていうところで、ミックも自分自身がそれを受けてきたからこそ今回あやちゃんが涙した時にああいう対応ああいう寄り添い方ができたあっていうところでね、本当にあやみくと疎いよね本当にあやみくと疎いし、まあ、そういった部分でのご規制としての強さっていうところを持ちつ持たれつ支え合う助け合うっていうところのご規制11人の強さっていうところもねこうよりこの1年で強くなったんだなっていうのをね感じましたね、このミックのインタビューから感じました。そしてですね次がナギですよね、ナギにフォーカスが当たりましてナギに変わりまして、まあ、ナギが今回のね超乃木坂スター誕生ライブでは1日目かな猫をね、披露したっていうことで、まあ、この猫案をねナギ的にすごくこういろんな感情だっていろんな気持ちがこもっている楽曲で、まあ、その本番のね直前リハーサルの猫のリハーサルの時にねやりたくないなんていうこうちょっと弱音なんかをね、早くなぎも見れましたけれども、で、まあ、猫をリハーサルでこうやった時はこう涙しちゃってっていう涙がこぼれちゃって歌いきれなかったっていうね、まあ、スタジオの披露でも歌い終わった後涙しちゃってみたいな本当にこういろんな感情がある中でリハーサルでは涙がこぼれて歌いきれなかったよっていう、まあ、なぎは今回のね超乃木坂スター誕生ライブでこうダイレクトにこう感情が伝わる感情伝わる歌を歌いたいっていうところで猫をね披露した中でリハーサルでは本当に感情第一に歌ったけどもそれで涙がこぼれて歌
い、切れなかったと。でただその本番のもう超直前ですよね、リハーサルの後ですよね、本番の直前にこういろんな歌い方をやっていろいろ考えて、もう少し素直にこうストレートに歌いたいなっていう風に思って本番に臨んだと。そしたらもう素直にこう歌い切れた、歌ってもう涙せずにこう歌い切れたっていうところがあったっていうのがね、この回で、判明しまして、本当にこう緊張せずにスッといられた、本番の時はスッといられたっていう、涙をこらえることで強くなった、自分が思っていたよりも自分がこう素敵に見えてね、そういったところを自信だったりこう成長できたところなんて、なんじゃないかなっていう風にね、凪自身も語っていましたけれども、あ、本当にそういうこういろんなこう背景があったんだなっていう、あのねライブの猫にはああいう背景があったんだなっていう、なんか確かそのライブの本番のそのね猫を披露した後かな、あの MC とかでもそのリハーサルでは歌えないみたいで歌えなかったけど本番では歌えたみたいな話してたとは思うんですけど、こうそのリハーサルから本番、まあこれはもうね猫っていうのはスタジオの時から続いてるわけですね、スタジオでの披露だったりから続いて始まって、でリハーサルがあってで本番があってっていう、この中で本当にいろんな感情の変化だったりだとか、でも結果的にはこう素直にっていうところ、もう少し素直にストレートに歌いたいなっていうのがこうあって本番臨んだっていうところで、こうのいろんな感情いろんな気持ちがこうある中で本番こうやって歌い切れた、涙見せずに涙こぼれずに歌い切ったっていうところ、本当に何かすごいなと、もうすごいなと我が推しはなんてすごいんだと思いましたし、まあもちろんね涙こぼれててもそれはそれで素敵だったかもしれないけれども、こう涙こらえて、まあ特にそのリハーサルの時には涙こぼれて歌い切れなかったけど、涙流さずにこぼれずに歌い切ったっていうところやっぱ本人的にもだし、こういう本番歌い切ったっていうところがね、こうより意味を持ったんじゃないかなっていうね、感じで、この猫をね一曲に対してもというか一曲にしても本当にいろんなメンバーの感情だったりだとか気持ちっていうのがあるんだなっていうのをね改めて知りましたね。でまあ最後ですね、オズワルド目線っていうのもね、オズワルドのお二人の目線っていうのもあって、まあ畑中さんなんかはね、全部うまくいったんじゃないですかみたいなことを言ってたりだとか、伊藤さんがこう勝手にふざけるようになったのがいいみたいなね、オズワルドの2人はこう規制がね新乃木坂スター誕生を加入して間もない時から見てきたわけですから、そういう風にこうオズワルドの2人が言ってくれるっていうのもやっぱこう規制がすごく成長してるんだなっていうのはね、わかりますよね。で、まあ、あとはその勝手にふざけるようになったのがいいっていうところで、いろはちゃんがね、ウザムライコントのねウザムライの時に本番でこういきなりアドリブを入れたっていう、そのリハーサルにはなかった畑中さんのね幸せなニュースがあったんで、それをいじろうと思って、幸せそうな男、そこの幸せな男っていうのがあれアドリブだったっていうね、すごいよね。後から知ってさ、そうね、実際の時は分かんないじゃないですか、アドリブとかはね全然分かんない、こうスムーズな流れだったし分かんなかったけど、あれアドリブなんだっていうところでねびっくりもしたし、やっぱりそういうところも成長した部分、ご規制の成長した部分だったりとか、またサクタンもそうですよね。サクタンがあの初日の一発目で一曲目が流れを作ると思って、もともと煽りがなかったんだけれども煽りを考えてね、自ら煽りを考えて、煽りをやったっていうところで、まあ、そういうところもご規制の成長だと思うし、まあやっぱあの煽り、一番最初のサクタンの煽りがあったからこそより盛り上がったっていうのは間違いないと思うので、まあ、そういったところもご規制の成長だなと思うし、またさつきちゃんなんかねバブミ先生披露して、伊藤さんからもね気も強いですよねみたいな、こうやっている方もねご規制と一緒にやっている大空とでさえも1年前とも全然違うって言ってるわけだから、もうだってご規制と一緒にやってるで、ね、伊藤さんがそう言うんだったらもうねそんなんはそうなんだよって、もう成長してんだよ、もう全然違うんだよっていうね、間違いない言葉ですよね間違いない人からの間違いない言葉で、ほんと最後メンバーの絆っていうところで、まあ、さつきちゃんがね、インタビューで言っていましたけれども、まあ、今回、なおなおがね、出演できなかったっていう、インフルエンザでね、出演できなかったけれども、みんながどこかで、なおなおの分もって、思って、やったよっていうところ、そういうご規制の絆、あまあ、考えないようにするではね、ファンの人が、サイリウムもね、なおなおからターコイズにしてっていうところもあったし、まあ、そういったところでもこうご規制の絆っていうのも現れてたライブなのかなと思ったし、まあ、凪が言ってましたけれども、ここで何やっても大丈夫っていう11人の安心感と、あとファンの人たちの安心感っていうところが あったよっていうのを言っていて、まあ、本当にこの1年間でこう
5期生11人の絆っていうところ、成長っていうところはもちろんだし、こうファンの人との作り上げるライブっていうところでも、こう安心感だったり、言えば1年前とはまた違った成長した素晴らしいライブになったんだなって、超乃木坂スターさんのライブっていうのはね、素敵なライブだったんだなっていうのを改めてね、この回を見て感じました。はい、ということでちょっと真面目に語りすぎたかなちょっと真面目に語りすぎたけど、いやでもとにかくね、すごくて、この回がもうさっきも言ったけどね、最初にも言ったけど、僕の推し面にフォーカスされててね、あやちゃんとなぎにフォーカスされてて、もう改めてなんかこう現地行ったライブを、僕が現地行ったライブを振り返って、もすごいライブだったなって、改めてこう振り返って思ったし、そのライブの裏ではね、いろんなことがね、まあもちろんこの今回オンエアされ、た部分だけじゃない、全メンバーがね、5期生10人が、もちろんなおなお含めて11人がそれぞれの思い、それぞれの気持ちを持って、この超乃木坂スターさんのライブに臨んだんだろうなっていうのがこう伝わるような、素敵な回だったんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はね、超乃木坂スター誕生、昨日の超乃木坂スター誕生がいろいろな意味でヤバすぎたよっていうことを語っていたんですけども、いかがでしたでしょうか。ぜひね、皆さんの感想なんかもコメント欄で教えていただけたら嬉しいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。